エルネスト・ホセ・ビソロサダは、ベネズエラのレーシングドライバー。アメリカで活動し始めてからは、e、EJ ・ビソと表記される。ビソは、カラカスに生まれる。2005年と2006年の GP2 シリーズに参戦し、2006年は、スパイカー MF1 レーシングのサードドライバーも、兼任していた。2007年は、レーシングエンジニアリングから GP2 シリーズに参戦。 2008年から2013年までインディカーシリーズにフル参戦した。ビソは1993年にカートレースを始める。カートでチャンピオン獲得後、2001年に US バーバーフォーミュラ、ダッチイーストにステップアップする。また同年末にはイタリアフォーミュラルノーウィンターシリーズにも参加し、翌2002年はブリティッシュフォーミュラルノーに参戦する。2002年は フォーミュラルの2000ユーロカップの一戦にも参加し、年末にはイギリス F3 ウィンターシリーズに参加した。2003年はイギリスフォーミュラ3選手権に参戦、B クラスに参加し、論議を呼んだ最終戦でのライバルとのクラッシュの後、チャンピオンとなった。翌2004年はメインクラスに参加、シーズンの一部は B1 チームから出場し、そこでの活躍が、 F3000 で活動するデュランゴチームの目を引く。シーズンの残りは同チームから出場することとなった。2005年は BCN コンペティションから GP2 シリーズに参加、吉本大輝がチームメイトとなる。2006年は i スポーツインターナショナルに移籍、サンマ割の及びスペインで優勝した。同年はスパイカー MF1 レーシングのサードドライバーとして、 ブラジルグランプリの金曜日プラクティスでインテルラゴスサーキットを走行した。フランスラウンドの前にレーシングエンジニアリングは競争能力に欠けるセルジオヒメネス飛びそう交代させるとした。しかしながら彼のレースは第一ラップでのミハイル・アメル・ミューラー及び中島、カズタカとの壮絶なクラッシュで終わりを告げた。彼のマシーンは猛烈なスピードでバリアの上を飛んで宙返りしたが幸いなことに 脳震盪と腕の負傷だけで済んだ。この事故は同じサーキットで1995年にマルコ・カンポスが起こした事故と非常によく似ていた。カンポスは頭部をコンクリートバリアーにぶつけて死亡したが、ビソは同様の運命から数インチの差で免れることができた。イギリスラウンドで彼はフェリペアルバカーキと交代することとなった。ビソは続くヨーロッパラウンドに参戦したが、その後は マルコス・マルチネスと交代した。2008年のインディ500で2008年は HVM レーシングからインディカーシリーズに参戦する。第2戦のセント・ピーターズバーグでは4位に入賞し、第7戦のミルウォーキーでは8位に入った。2013年にアンドレッティオートスポーツに移籍し、自身シリーズ最高位となるランキング15位を記録。インディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。